こんばんは、たかしです。本日もドル円の相場分析をサクッと3分でやっていきましょう。現在は12月8日木曜日17時14分。まずは4時間足からです。現在エリオット波動の5波が終了して、そこからの修正波に入っていると考えてます。この下落の5波に対する修正波は上昇になりますので、今はどこまで上昇してこれるのかっていうのを見ているところですね。現在は GMMA 付近にありますので、ここから下落するのか、それともここを上抜けて上昇してこれるのかというところですが、上昇してきた場合はまずはターゲットがここですね、紫の点線 139.9 付近、そしてそこを上抜けてくると次はここ 142.2 付近のこのオレンジの点線、その辺を目指して上昇すると考えますが、現在はこの高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 23.6% のこのグレーのライン、ここで一度反発してからの上値が重くなっているところです。ストキャスティクスはゴールデンクロスはしてますが、かなりここ3日間ほど上値が重くなっておりますので、現在は動いた方についていくのがいいと思われます。次は1時間足です。1時間足はこの高値からこの安値にフィボナッチリトレースメントを引いてます。そのこの白のラインが 61.8%、 昨日はそこに一度タッチしてからの下落になってます。本日ここから上昇できるのかというところですね。このオレンジのトレンドラインを下抜けてくると今度上昇が難しくなってきます。今は GMMA の青帯付近でなんとか耐えている感じですが、ここからどうなるのか。このトレンドラインで反発してこれば138円ぐらいまでまずは目指しそう。ただこのトレンドラインを下抜けると再び134円ぐらいを目指して下落する可能性を考えておきたいです。今は分かりにくい動きをしてますので、分かりやすい形が出るまで待つのがいいんじゃないでしょうか。本日は以上です。この動画が良かったら高評価と忘れないうちにチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。誰でもご参加できるようにコーヒー1杯分くらいの価格にしております。過去投稿を見るだけでも元は取れますので、一度お試しください。それからもう少しトレードスキルを向上させたい方はポストプライムでプライム投稿というのもしております。こちらは2週間の無料期間がありますので、これも過去投稿を全て見ていただけます。2週間以内に編めれば無料のまま有料投稿を見られますので、一度お試しいただいて自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。自分のトレードに根拠が少ないと感じる方、もしくはなかなか勝てないという方は YouTube のメンバーシップやポストプライムのプライム投稿を一度お試しください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されませんので、サファリなどのブラウザから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。